どうも皆さん、 YouTuber1 外役実況者リュウです。さあ本日なんですが、ダストンって皆さんご存知ですか？ダストンっていうモンスター、これね、一個前のね、あのシャイニングホープっていうパックで実装されたダストンっていうモンスター群なんですが、これあのすげえ邪魔できるんですよ、相手のフィールドを。これ効果見てください、これ全部共通なんですけど、ダストンのこのカードはリリースできないし、融合シンクロエクシーズ召喚の素材にはできないと。でその後の、あの効果は一応固有なんですけども、この一文がめっちゃ強くて、これ相手の盤面に送りつけられればめっちゃ強いじゃないですか。これ要はお邪魔ロックみたいな感じじゃないですか。リリースできないし、融合シンクロエクシーズの素材にできないなら、お邪魔より強いわ、お邪魔より強い。なのであのね、このレッドと、ブルー、イエロー、グリーンっていうこのダストンたちを、今日は死のマジックボックスで送りつけて相手の盤面をロックするっていうね、そういうクソみたいな外野デッキを作ってきたんで、今日はこれを、ご紹介していきたいと思います。勝ち筋はちなみに、デッキ切れ、相手のデッキ切れを待つというね、うんこみたいな勝ち筋しかありません。で他のトラップカードは、無限に相手の場面をロックするカードしか入れておりません。デモンズチェーンとか、そこらし落とし穴、分断の壁、あとこれ、五稜星の呪縛っていうね、これ知ってます？相手のフィールド上のモンスター1体を選択して、相手は選択したモンスターリリースできないし、シンクロさにできないっていう、なんかシンクロ環境ガメダみたいなカードなんですよ。これを使って、ちなみにこのカードのデザインめっちゃ好きなんだけど、このカードを使って相手のあのそのモンスターをロックしつつ、これで送りつけたやつでロックして、そこらしロックして相手の盤面何もできない、無力化するっていうモンスターを、こういうデッキどうですか？これ迷惑じゃない？デュエルスタンバイ。お前ら来すぎなんだよ、お前ら来すぎなんだよ。どんだけ俺のこと好きなんだよこいつら、ふざけんなよ。どんだけダストン来る？でもなんかワンチャンさ、ワンチャンちょっとマジックボックス来たらワンチャンあるねこれね。マジックボックス来て、でちなみにダストンっていうのはリリースできないんですよ。でシンクロ素材にもエクシー素材にも融合素材にもできないんで、基本的に処理する手段ってあんまないんですよね。でドキュー部隊のコストとかにもできないし、あーまあまあ強いね、でも言うて強いわ、デモンチーンは強い。でしょうがないから、これセットしていいか。でエンドで、これで変身して、あ、変身しない、オッケー、変身しないのオッケー。きすぎだろ、赤緑黄色全部揃ってるってどういうこと？はい、いいですよ、ジェニーはいいです。マスターベールだけね、あの止めて開ければ、まあ、マスターベール、まあ、まあそうね、あの変身しちゃうから全員が、マスターベール着地点で、まあ着地狩りみたいなことすればいいんじゃないかなと思うんだけど、ピットル効果で、ワンドローワンステいいでしょう。結構この人はうまそうですね。マスターベールをね、脳死で出してくる人は、あんまりなんで。まあ、これ分断の壁打ってもあんまり意味ないか。まあ、これは、ちょっと一回受けましょうか。で、ダストン効果でダストン戻す。意味わかんない動きしていく。マドルチェかな？マドルチェみたいな動きしていく。さあ、分断の壁は温存していこう。まあ、まだ300ダメージしか食らってないからね。で、サボタージュ OK。あとは、マスターベールをなんとかしてデモンズチェーンとかで縛りつけて、はい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 、はい、うん、まあそろそろマジックボックス欲しいんだけど、まあまだいっか、まだ変身するしないですかね。さあどうする、変身するか、まだ変身しない、いやーいいね、マスターベースいいね、いやいい感じ。ギャラクシーサイクロンやばい。いやてかギャラクシーサイクロンやばいな、ギャラクシーサイクロンでデモンズチェーン破壊してくるやん、やばすぎる、まずい、でこれギャラクシー、もう負けか、これは負けが見える、いやーきついなそれ、まあ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 、でもしょうがないね、それは分断の壁が破壊されていく。さあまだ変身しないか、ジェニー効果でそろそろ変身するか、そろそろ変身来るか、マスターベルが無限にマスターベル来ねえな、まだ来ないか、いやーなるほどね、結構じらしてくるタイプね、前期長いタイプね、しつこくあの舐めるタイプね、なるほど、いって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 、せえはいい、それはもう全然いい、もうしょうがないそれは。でそれでライフが生き残ってる分にはもうほんと全く問題はない。でサボタージも回収も OK、 全く問題はない。デモンズチェーン腐りまくってんだよな、まあ、腐ってもないけど腐ってるみたいな感じか、そこらし落とし穴、あ強いね、強いけど
これでもあのセットしちゃうとダストいなくなっちゃうんで、死のマジックボックス来てくれ、頼む頼むから死のマジックボックス来てくれ。もうこれは分断打つしかねえ。分断の壁発動、よし、オッケー、200ダメージに抑えた。オッケー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 。で変身されるのはまあ無力化したけど、どっかで変身されるから全く問題は、それはもう問題はない、それはもう問題はない。いやーオッケー、北方星の呪縛、まあでもオッケーなのか、別にそんなに強くはないな。でターン終了。これねリリースできなくさせるんで、一応ウィッチクラフトにもメインフェーズ過ぎて、はいはい、ギャラクシーサイクロンね、ギャラクシーサイクロンで、ギャラクシーサイクロンをセーダーに加えていく。さあめちゃくちゃ強い、この動きはめちゃくちゃ強い、めちゃめちゃ押し込まれています。西野選手やばいです、これはシンプルにやばい。六王星の、あ、じゃあ五両星の地獄って、でこいつリリースできなくさせるよって言うんだけど、それに効果に遅延してリリースできちゃうってね。さあまあこれはまあ相手の方が使わせたと思いましょう。はい、いいでしょう。でサボタージュ切って、そろそろマスターベル来るんじゃない、まだ来ないかな。さあどれが来る、来た、マスターベール、マスターベール来た、マスターベール来た、マスターベール来た。だからあとは俺がデモンズチェーンをうまいこと当てないと死んじゃうから、まずい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 、これ埋めないと死ぬか、これ埋めないと死ぬな、これ埋めないと死ぬ、これは埋めないと死ぬ。でこれ埋めた、いやーめちゃくちゃきつい。まあ一応これででもあれか、終わらない罠地獄使えるから、これで1枚増えて、でマジックボックス来てほしい、デモンストレーション OK、 マジックボックス来てほしい、頼む。あとさ何が回収できるのかって話よね。いやーまあでも言うて五稜星の呪縛はちょっと強いけどね。さあめちゃくちゃ粘っております、かなり迷惑なデュエル展開となっております。さあパンドラ選手もデッキをぶん回しております。ただもう多分展開は多分できないから、まあおそらくこれで私ターン帰っていくんじゃないかと予想しているんですが、どうでしょうか。さあパンドラ選手、さあオッケー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 、耐えた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 、ねウィッチクラフトサボタージュ効果で回収されていく、いい、もうそれはもう全く問題ない、問題はない。でコラボレーションもいい、問題はない、コラボレーションはやばいけどシンプルに、あーもう全然いい、もうその全回収は本当にどうでもいい、俺にとって何の意味もない。来た、よし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 、いけ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 、グリーンダストン効果、効果じゃねえや、白マジックボックスによって相手に送りつける。このモンスターはリリースすることはできないし、リリースすることはできないし、シンクロ素材融合エクシス召喚の素材にもすることはできない。よし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 、分断弱えな、でも分断は弱えな、これコラボレーションで死ぬんじゃねえか、ワンチャンこれコラボレーションで死ぬ説、バトルフェーズ入った瞬間にデモンズチェーンでなんとか耐えるしかないね。でもそれがギャラクシーサイクロンで割られて、私は何を引いたらいいんだ、もう一枚、いやこれきついな、これきついぞ、言うてきついぞこれ、マスターピース、はいはい、マスピ OK、 マスピ効果で、え、ギャラサイ除外してくれんの、それガチ、え、やったんだけど、やったんだけど、それは、あ、でコラボレーションか、でコラボレーション2回打ってコラボレーション2回打ってピットル効果で、あ、ピットル効果使ってくれんだ、なるほど、ピットル効果使って、はい、で魔法カード切って破壊剣士の宿命、なるほど、面白いカード入ってんね、破壊剣士融合がね最近は入ってるっていうね、あの話聞いてますけども、私、はいはい、でセット、あ、コラボレーション OK ってことは、あいつにデモンズチェーンを打つしかないのか、なるほどな、いい勝負になってきたじゃねえか。バトルフェイズ入った瞬間デモンズチェーンを発動、相手のウィッチカットシュミッターの効果を無効にし攻撃をできなくさせるぜ。カイトロイド、オッケーオッケーオッケー、耐えてる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 、めちゃめちゃ耐えてるよ、粘れハゲ頑張れ、お前の戦いの灯火はまだ消えていない。さあ見していけ、外役っていうのがどういうデッキかを分からしていけ、いいぞ
さあ来い、殴って来い。ウィッチクラフトコラボレーションはなんかあれらしいからな、あの魔法カード、トラップカードの効果は全く使えないらしいが、モンスター効果はな使えるらしいからな。よし、破壊剣士の宿命いいだろう、いいだろう、よしいいだろう、そのぐらい許してやろう。ウィッチクラフトってことはもうこいつで最後ですね、多分これも最後のウィッチクラフト、これも多分これを処理してしまえばいけると思う。まあ、とりあえずカイトロイドぶん投げよう、カイトロイドぶん投げて、でカイトロイドぶん投げて、これデモンズチェーンかなんか引いたらもういけるんじゃないか、頼む縛り付けさせてくれ俺を、ドロー、ダメ、まあ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 、悪くはない悪くはない悪くはない悪くないだろう。めちゃくちゃ迷惑だなこのデッキ、何分デュエルしてんだよこれ、何分デュエルしてんだよ。さあ相手もこれ迷惑じゃないって思ってるだろうな、さすがに。さあ勝った、やっと勝ったと思ってんだろう。でも言うて2000か、2000なら受けてもいいね、冷静に考えたらさ、これ受けてもいいわ、受けよう、ライフで250残るわ。 OK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  です。でですね、あと250を俺は死守すればいいから、でコラボレーション、あとはなんか無限にコラボレーションをしていけばいいと思ってるのって、最強カード引いたか、待ってくれ。でもこれアドバンスないんじゃないか、であれ落とし穴してんだろ、これカイトロイド送りつけ作戦っていうのあるね、実はこれカイトロイド送りつけ作戦あるんじゃない、これこれそれしかないか、逆に逆にもう俺それしかない気がするわ。次出すという確率も言うてそんなに高くないから、これカイトロイド召喚して、でこれ送りつけだ。何このデッキ、これ何このデッキ、どういうデッキですかこれは。よし、これで耐えよう。多分ね、いや俺予想なんだけど、こういうデッキってさすがにエーネル2枚は入ってないから、アドバンス召喚多分できないと思うんだよねこれ。でこのカイドロイドを処理する手段って結構多分ないと思うんですよ、この実質お邪魔ロックみたいなとこあって、ウィッチクラフトには。さあどうする、さあバトルフェイズ200ダメージはもらおう、200はもういいわ、200はもらおう、200なんて死ななければ安い、残りライフは50、俺の残りライフは50だ、俺は今ダストも救っている、これが救済実況者、あー最強だ。カード1枚セットして、でこれでこのモンスターを突破する手段がない限り、エネコンとか入ってないと思うから、もう多分おそらく、さあカードを1枚セットいいでしょう、カード1枚セットは全く問題ない。さあバトルフェイス入って200で殴ってくるが1000は超えられない。さああとは俺は死のマジックボックス引いて、あ最強最強セットでエンドで、これドローフェイズ5両製の呪縛をカイトロイドに打ってしまえば、これでここリリースできなくさせれば、これで勝ちでしょ、これで勝った、これ勝ったろ、これはいったろ、これはいった、来たぞみんな、これが地獄の何分デュエルしてんだ、これ何分デュエルしてんだ、やばすぎる、今何分、12分、何分デュエルしてんだよこれ。はっきり言っていいですか、これこれ迷惑じゃない。さあお相手の方、つくもりゅうま選手ですね。あーハンドマンそこそこ強いんですか、これブルーダストンとかいう最強のカードがあるので、オノマト変化、なるほど、オノマト変化いいよ、このねブルーダストンをね死のマジックボックスで送りつけるって外役戦術がね。環境トップなんでティアーゼロ、ガガガキットマジシャンオッケー、マジシャンオッケー、問題はなし、マジシャンオッケーで、マジシャンオッケー、マジシャンの効果、おレベル8、はあ、はあははあ、レベル8どういうこと、ガガガキットはあ、ははあ、レベル8はあ、はあ、ええこれまさか、やばいやつだやばいやつだ、え何これ、静寂ドットゲスト、装備モンスターを対象とするこのカード以外の魔法カードの効果を無効にし破壊する、強っ、え待って、
これ強すぎないか、ちょっと待って、マジカード、これさ、ってことはさ、死のマジックボックスも効かないってことでいい、ちょっと待って、これちょっと待ってくださいね、え、これ強すぎない、ふざけんなよ、え、これもしかして俺、これもしかしてなんですけど、住んでますかね、これ一応壁立てとくしかないか、壁立ててエンドするしかないか、なんだあのこのなんか魔法トラップ両方向こうみたいな盤面、強すぎないか、やばい、くそー、チキショー、チキショー、チキショー、くっそ、なんだよこの最強戦術、魔法もトラップも無効だぜみたいな、ドヤーみたいな、くそ、実質オフレホルス来た、実質オフレホルス、あー俺の白マジックボックスが、くそ、分断の壁だー、あーこのモンスター強すぎ、ワロタふざけんなよ、やばい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 、あー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 あああああ、助けてくれ、誰か助けてくれ、なんだあのカード、ふざけんなよ、コズミックサイクロンでも一応抜けんのか、でもくらえ、分断の神だ、あーデモンズチェーンだ、くらえこいつ強すぎるって。